こんにちは。ディナー&ティム、アメリカ暮らしです。本日はディズニーリゾートその18、ハロウィン前という話です。ディズニーリゾートは9月からハロウィン仕様になります。ハロウィンが近づいているディズニーリゾートについてお伝えをしたいと思います。映像の方ね、いつものように、駐車場へ向かっている映像であります。非常にね、天気が良くて、カリフォルニア空、こういう感じでね、もう大好きですね。今日はね、急に決まったというか、急に、予定を変更しましてね、今日来ることになっていましたので、どういった内容でね、お伝えしようかと思っていたんですが、先ほども申しました通り、9月からこのディズニーリゾートはハロウィン仕様になるんですね。で、もちろんね、ハロウィン仕様になる前に、どんなになっていたかなという、ことをね、ちょっとお伝えしたいかなということで、今回ね、この映像をお届けしております。いろいろね、新しいものもできますし、それから、今回お伝えしているように、季節でいろいろと飾り付けが変わるという、そういうディズニーランドですね。今回はね、9月からいろいろ変わっていくという前情報をいただいていますので、その変わる前をね、皆さんにご紹介したいかというふうに思っております。さてね、映像の方は、これはカリフォルニアアドベンチャーの方で、今向かっているところはですね、トイストーリーのエリアですね。で、トイストーリーミッドウェイマニアという、これゲームなんですが、これをね、まず最初にやってみようということで、今ゲートの方からね、ずっと歩いてきまして、そちらの方に向かっております。もう8月終わりですので、子供はね、結構少ないのかと思ったら、でもいますね。これね、学校の地域の学校によって休みはまちまちということなんでね、まだね、休みに入っていない、お子さんたちもいるんじゃないかと思いますね。私のね、お孫ちゃんたちはもうすでにこれ、学校は始まっておりまして、それと同時に、我々も送り迎えというのはもう始まっておりますのでね、随分子どもの数はね、減ったのではないかと思いますね。だからどちらかというと未就学児なのかな、小さい子どもたちは結構多いような気がします。ご覧のようにね、結構空いていて、これがね、9月になりますとハロウィンの飾り付けがされて、一層人が混んでくるんではないかというふうに思っています。今見ているこのトイストーリーのエリアに関しては特に、変わったところはないんじゃないかなと思いますね。実際ね、9月1日になったから全てを切り替えるっていうのはこれ不可能な話なので、どうしてもね、少しずつは変えていくんだろうなと思うんですけれども、このエリアに関しては見る限り特にね、今8月の末で何か変えていったという感じではなさそうですね。実際ね、9月になってみないと何がどう変わるのかは私よくわからないんですけれども、どんな感じかなということで、今、トイストーリーミッドウェイマニアという、そのね、アトラクションの方に向かっております。やっぱり8月終わりですから結構空いてますね。平日はね、結構空いてるんじゃないかというふうに予想はしていたんですが、実際のところは結構
空いているということが分かりました。ただね、これがね、9月になるといろいろとまたお休みを取って、まあ、来る方々もねいっぱいいるんじゃないかなと思います。さてね、この場所につきまして、ストーリーにミッドウェイマニア、まあ、そのゲームをねやりまして、あんまりいい点取れなかったですね。またね、次々ね、来た時にこういったゲームは何回やっても面白いですからね、来てやってみようというふうに思っております。さてね、次に向かったのが、これですね、インクレディックコースターという場所ですね。これまでいわゆるローラーコースターというね、まあ、1回転するやつなんですけどもね、こちらもね、非常に空いていました。まあ、15分ぐらいですからね、まあこれがね混んでる時だとそうはいきませんからね、まあ、こういったのもね、こういった時に乗るのもいいのではないかと思います。そしてね、次に、向かいましたのはこのピクサーパルアラウンドっていう、これは観覧車ですよね。この観覧車をね、今向かっておりまして、こちらをねちょっと乗ってみようということになりました。で、このピクサーパルアラウンドっていう、まあ、観覧車は2種類あって、スイミングとノンスイミングってあるんですね。で、これは観覧車で、さらに観覧車の中で、まあ、ぐるぐる回るような、まあ、言ってみればちょっとこう怖いようなものなんですけどね、その2つの列があります。で、我々はねちょっとやっぱりね、ノンスイングじゃないとなんか気持ち悪くなるので、まあ毎回ノンスイングの方にですね並んでますね。ただね、列としてはやっぱりね、みんなねスイングの方が好きみたいで、そっちの方が列は長いようですね。まあこういった具合でね、結構空いている、まあ、ノンスイングの方に並んでこちら乗りました。まあね、夏終わりで結構暑いことは暑いんですけど、やはり観覧車はね上の方は涼しいですよね。まあね、そんな具合でね、非常に、まあ、空いた、まあ、観覧車に乗ることができたということになりますね。そしてこちらがね、サンフランシスコ東京、これよくわかんない、サンフランシスコと東京をかけてると思うんですけどね、こちらがまあ9月1日から、ゴールデンゲートブリッジがオープンするということはね、まだねついたてがあってオープンはしてないようですけれども、ここはね徐々にいろいろ変わっていると思いますね。そしてね、次に向かったのがラジエータースプリングレーサーということで、これもねすっごい人気なんですよね。朝一番で来ないとね、すっとは乗れないですね。で、今までも何回も乗ってますけれども、だいたい1時間待ちというのは当たり前のようですね。まあね、こちらの方も、シングルライドの列がありますので、早く乗りたい、まあ、別々になっても構わないということであれば、そちらの方を利用するのも一つの手ですけれどもね。でもやっぱりね、最後、このラジエータースプリングレーサーが、通ったところで自動的に写真を写してくれるんですよね。で、それでシングルライドだとね、別々同じ、まあ車両に乗っていればいいですけど、違う車両になるとね別々になっちゃうんで、やっぱり時間をかけてでもね、こちらの方をね、並ぶということを我々はしています。さてね、このラジエータースプリングレーサー終わりまして出てきましたらね、あ、こちらはもうね、飾り付けはハロウィンに変えてましたね。この前方に見えるこのこれタイヤの塔というんですかね、これはすでにオレンジ色の、まあ、かぼちゃのイメージをしたものになってますね。それからね、その先はまた、どちらかというとお化け屋敷風のですね、
お店に飾り付けはなっておりましたね。ということでね、徐々に、ディズニーリゾートはハロウィン仕様になっていくんじゃないかなというふうに思います。そんなこんなのディズニーリゾートその18ハロウィン前というお話でありました。それではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。